さあ、オークランド着きまして、これから街に繰り出しだ。空港がめちゃくちゃ新しくなってるね、オークランド。綺麗ですよ、空港。結構モノレールで本州の駅まで行きます。This train is approaching Kawasaki Station. Transfer point to San Francisco. このオークランドはチップ買ってここにお金を入れてね、バスとか電車に乗るっていう。そうそう、東京のあれみたいなもんか、これ。スイカみたいなもんでしょうね。なんともうこのコロシアムの、これ目の前オークランドの球場です。周り球場の周り何もないな。怖いね、この何もなさすぎて怖いね。チャイナタウン、これから行ってみたいと思います。オークランドだいぶ静かですね。まあすぐ隣にね、サンフランシスコあって、どでかいビルが並んでるんでしょうけど、オークランドは落ち着いてますね、だいぶ。でも一時期のこのオークランドよりはだいぶ街が綺麗になってるかなと。10年前ぐらいに来ましたけど、その時もっと街が荒れてたもんな。そう考えたらだいぶ綺麗になりましたよ、街も。だいぶチャイナタウンっぽいのが出てきましたね。あそこ鉄腕アトムとかドラえもんとかのね、漫画書いてある、あれ、あそこ見えるかな。ここ間違いないな、ここチャイナタウン。もう中心地来たな。なんだろうな、おばあちゃんち遊び来たみたいな、そんな街やな、ここ。オークランドのチャイナタウン、本当にアジア人しかいない。もう行き交う人すべてアジア人です。あ、これ生活感あるわ。結構ね、普通にね、こういうふうに路上でも野菜とか売ってますから。僕は今オークランドにいるの、これ。これアメリカだよ、これアメリカだよな。さあ、こちらアスレチックス、オークランドの球場目の前の駅です。コロシアムというね、駅の目の前に球場があって、もうここ歩いていくだけです。チームもね、長年低迷してる分、ファンもなかなかね、定着してないというところですけれども、大谷選手にとってはね、メジャー初デビューがこのオークランドコロシアムなんで、記念すべき場所ではあるかなと思ってます。噂のガラガラという話もありましたけれども、実際来てみるとやっぱり結構エースファン来てますね。もうすでに会場前、グリーンのねユニフォーム着たファンたちがゴリゴリ入っていきます。さあ、大谷選手
まもなくこちらアスレチックス本球場で10勝目をかけた登板です。今日こそは必ずベースボールの歴史に名を残します。おー、来た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 。さあ、まずは恒例の球場へのご挨拶。うわうわ